山本周五郎作。修行祈願。一。話すことがあるから、明日わしのうちまで来てもらいたい。河津正太夫が言った。河津小屋田はドキリとしたが、すぐに愛想笑いをし、子供が褒美でももらう時のように、いそいそと元気よくうなずいた。はい。 明日お宅へお話を伺いに参ります。夕食の後で待っておる。はい、夕食の後で伺います。正太夫は落ち着かない目つきをした。あまり小屋田の様子が嬉しそうなので、何かそこに誤解があるのではないかという気がしたのである。これはいつものことであった。小屋田は、 その岩のように頑丈な体と、丸くてたくましい顔とで、いつも嬉しくってしょうがないという表情を表していた。ええ、そうなんです。もうどうにもこうにも嬉しくって嬉しくってたまらないんです。全身でそう言っているような感じだった。誰かに小言でも言われそうな時には、それが一層際立つので、 相手の方でもつい小言を言いそびれてしまうということもしばしばであった。正太夫はもちろんそれを知ってはいたが、やっぱりこう念を押さずにはいられなかった。夕食の後だぞ。別に地層をするわけでもなし、ものをやるわけでもない。改めて話があるのだから、いいか。それは下城前1時間のことであった。 小屋田は迷った。話というのは吉か今日か。吉の方にも思い当たることがあるし、今日の方と来ると、ありすぎて自分にはわからない。どっちだろうと迷ったのであるが、すぐ片一方の方に決めてしまった。彼は不愉快なことは考えないたちであった。不愉快だったり気に触るようなことはすべて即座に解決して、 さっっぱりするのが好きであったまあそうだろう。まあそんなところでしょうな。小彌田は自分の詰め所へ戻りながらこうつぶやいてホクホクした。もう5年ものびのびになっているんですからね。わたしはかまわないけれど向こうは女ですからね。女がそう際限もなく結婚を待っているわけにはいかないさ。ほっ体がむずむずしてきたぞ。 彼は手をこすり合わせた。ちょうど渡り廊下にかかったところであったが、向こうから灰山九兵衛という若侍がやってきた。小屋田はそれを見るとにっこり笑い、いやあと愛想よく手を上げた。向こうも笑い返したが、すれ違う途端に小屋田は九兵衛の右手を取り、えいと叫んだと思うと、相手を廊下の外へ投げ飛ばしてしまった。 半時間の後、小屋田は謝っていた。三人の物頭の前にきちんと座って、たくましい肩をすくめながら、しきりに謝っていた。灰山久兵衛は横の方に寝て、頭に濡れてぬぐいを当ててうなっていた。ちょっと、ふざけただけなんです。はっと小屋田は言った。決して悪気なんかあったわけじゃありません。 本当です私はこのところずっと謹んでいましたし、それはあなた方もご存じでしょうが、私はずっと何にも乱暴なことはしません。三人の物頭は黙っていた。黙ったままじっと嫌になるほど小屋田の方を見つめていた。それで小屋田もやむなく譲歩した。それはまあ、四五日かもしれません。 あなた方にすれば、たった四五日ぐらいと思うかもしれませんが、私としては随分珍しいと言っては語弊があるかもしれませんけれども、俺もまんざらではないんだなあとは思っていたんです。それが今日はちょっと嬉しいようなことがあったものですから、本当ですよ。彼はニコニコと自分で頷いた。それだもんですから、私はいい機嫌でやぁと言ったんです。 そしてほんのちょっとふざけただけなんです。それだけなんです。どうもすみません。物頭たちはやはり無言であったし、九兵衛はさも苦しそうにうなるばかりだった。相手が何も言わないので、小屋田としてはどうしようもなかった。彼はもう一度、すみませんとお辞儀をし、逃げ出そうとして、ふと気がついたのでこう言った。 まことにあれですが、どうかひとつ、今日のところは、ご中老の河津さんには内緒にお願いします。それから、九兵衛の枕元へ行き、布団の端を優しく叩いていった。あなたも大事にしてくださいね。どうか軽はずみをしないように。そして彼は、そこを退散した。これはちょっと、 縁起くそが悪いぞ。と、小屋田は思った。明日の晩までは用心しよう。すべて用心に越したことはないと思った。いつもはすぐに忘れるのだが、その時は大事な目的があるので、その目的を力いっぱい握りしめたような気持ちで辛抱し、ともかくも約束の時まで無事に過ごすことができた。河津正太夫の家は、 大手筋五番町にある。翌日小屋田は下城するとすぐに夕食を済ませ支度を直して五番町へ行った玄関の侍は「無愛想な男で小屋田は平祖から嫌いだったが彼を控えの間に通ししばらく待つように」と言った「夕下の後というお約束だったそうで」 まだお夕げ前でございますから。と、その玄関の侍は言った。いつごろ住むんですか小屋田はそう聞いた。玄関の侍は意地悪そうな顔つきで、自分はその係でないからわからないが、住む時には住むだろう、と答えた。いつもそんな風な男なのである。あんな人間がいるから、俺がせっかく慎つつもうと思ってもつい、 何してしまうんだ小屋田は右手のげんこつを片方の手でなだめるようになでた。夕食の後という約束だから夕食を済ませてきたのだが、なるほど、時刻のことは言わなかった。漠然たるものであって彼は一時間以上も待たされた。その上気になるのは控えの間で待たされたことである。また、 いつもなら茶家の接待に出るはずの伊勢がまるで姿も見せないことなどもどうやら吉兆とは言えないようだ。彼は少しずつ気分が重くなった。やがて座った足がしびれ出した自分に別の侍が現れて客前へと案内した。そして正太夫は座へ現れるとすぐ茶も出さずに文句を並べ始めた。 こいつはいけないらしいな。小屋田はそう思った。話があると言ったのに、話ではなく、いきなり文句をつける感じだった。灰山は今日もまだ寝ておる。腰骨も痛めたそうだし、あの頭はどうだ。と、正太夫は言った。わしはびっくりした。わしはあの、大きなこぶには、 びっくりさせられた。に小やたはむっとした俺が内緒にしてくれと頼んだのになんというおしゃべりな人間どもだ正太夫はよっぽど感銘したと見えて久兵衛の頭のコブの大きさまで形容した小田もそこまで言われると黙っているわけにはいかなかった彼は控えめに抗議をした 私はあの時すぐに謝ったんですが、決して悪気があってしたわけではありません。決してです。それに、あなたはそんな風におっしゃいますが、あのくらいのこぶはすっころんでもできます。本当ですよ。そうか。お前はそういうことを言いたいのか。そういうことを。それにですね、まあ待ってください。小屋田は慌てて手を挙げた。 そこはあなたはご存じないんですが、実は灰山はちょいと何すればよかったんです。ほんのちょっと腰を落とすか、小手を振るかすればです。そうすれば何事もなかったんですよ。私はただふざけただけなんですから。ほう、ふざけたのか。正太夫の眉毛の左側だけがくっと上がった。お前はふざけただけで、 悪いのは灰山だと言うんだな。つまり彼が武芸をおろそかにしている証拠だと思うんですが。それではっきりした。もう考える余地はない。伊勢との縁組は取り消しにする。なんですって縁組をどうするとおっしゃるんですか取り消しだ。やめにするというんだ。それは無法です。 いくらなんでも小彌田もむきになったあなたが何を怒っていらっしゃるかは分かりませんけれどもそんな一方的に縁談を取り消すなんてそんな無法なことは承知できません何何承知できないとなぜかといえばですね縁談というものは双方合議の上で成り立つわけでしょあなたが娘を嫁にもらわぬかとおっしゃり たたしししがいただきままょうとお答えしましたあなたが勝手に決めたものでもなければ私が一人で承知したわけでもない。武士と武士が双方の真偽の上に立って。そんなことは分かっておる。正太夫はほとんど叫んだ。だがお前の行状が結婚に適せずその行状を改める望みもないとすれば。 親として縁組を取りやめることは当然ではないか。私はそうは思いません。そのくらいの理由で大切な娘の縁組を取りやめるなんて、私には想像もできないくらいです。お前がどう思おうと、わしの知ったことではない。わしは伊勢の父親として縁組を取り消すのだ。断じてだ。私はまた断じて承知できません。 わしは取り消したぞ。わたしは取り消しません。帰れ、この。正代祐はわめえた。わしが人を呼ばぬうちに帰れ、さもないと。小屋田はお辞儀をして座を立った。そして廊下へ出ながら振り返っていった。どうか忘れないでください。わたしは縁組は取り消しません。 ようございますか断じて取り消しませんから。いいえ、どうぞ、それには及びません。これでもう失礼いたします。彼は逃げるようにそこを去った。さすがに小屋田は楽天的な気分ではいられなかった。彼が河津正太夫の娘の伊勢と婚約したのは5年前のことである。小屋田の姓も河津であるが、 両家にはは全く血縁関係はない。五番町の河津は820国余の中老であるが小屋田の家は代々勝ち組の組頭で食禄も百国に足りなかったところで家紋は前者が澤高であるに反し後者は河津氏昇格の伊織木工であって家計のことを尊ぶ当時としては 五番町は少しばかり引け目を感じなければならなかったであろう。が、小屋田と伊勢との婚約がそこから始まったというわけではない。正太夫が小屋田の人物を見込んで、つまり彼が非凡な人間であり、将来かなりなものになると信じて、正太夫から望んで婚約が結ばれたのであった。この縁組は家中の人々を驚かせた。 五番町は頭がどうかしたのだ。などという表さえ起こった。無論身分の差を言うのではなく、小屋田の人物が問題なのであった。彼は底抜けに明るい性質で活発で、愛嬌がよく、誰にも好かれた。人品もかなりいい。背丈も五尺七寸たっぷりあった。勝ち組の組頭で、食録こそ少ないが、 この藩では古い家柄で、格式はお目見え以上にごしていた。不幸にして父母に早く死なれたし、彼は一人っ子なので、本来なら内気な寂しい気性になりそうであるが、そんなところはちりほどもない。学問もよくできるし、武芸とくると天才的で、刀、槍、弓、柔術、馬、栄法すべてに軍を抜いていた。 どの一つでも師範の価値が十分にあった。おまけに力が強く、おそらく五人力はあろうと言われるくらいだった。このように挙げてくると、かわず小屋田は素晴らしい人物のようであるし、右に挙げた条件には少しも嘘はないのであるが、これらと同時に彼には大きな欠点があった。それは感情の抑制がないということである。 自制心とか国旗心というものが全く欠けているということであった。彼は尺に触るとすぐに人を殴る。相手が誰であろうと構わない。顔つきが気に入らないとか生意気だとか、えらぶっているとか、少しでも不愉快な感じを与えられると即座に相手を殴るか蹴飛ばすかした。また、ひどく陽気な気分の時や、 うれしいこと楽しいことのあるときも、灰山久兵衛の礼のように、しばしばそばにいるものを張り飛ばしたり投げ飛ばしたりする。それが五人力という力量と、ずばぬけた武芸の腕前なので、避けることもかわすこともできない。反抗することなどは思いもよらなかった。すみません、堪忍してください。乱暴した後では、大抵すぐに謝った。 愛嬌よくニコニコと笑い、大きなたくましい体を縮めて、何とも恐縮に耐えないというふうに謝る。自分の投げ飛ばした相手を抱き起こし、痛めたところを撫でたりさすったりしながら、また相手が腰骨のつがいを外したりすると、自分でその家まで背負って行ってやりながら、実に愛想よく、根節に詫びを言うのであった。 勝ち組の支配は中老に属し、河津章太夫がそうもとじめをしていた。支配は三人いて、その三人は散々小屋田に手を焼いた。どうしようもないのである。後で謝るくらいなら、どうしてそんな乱暴をするのか。どうしてもそうなってしまうんです、はっ、と彼は元気よく答える。 あなた方でもどこかしらかゆいときはひっかくでしょう。あれとそっくり同じなんです。例えば、あいつ嫌な野郎だな、と思うとしますね。するともう先に手が出てしまうんです。あっという暇もないんです。本当ですよ。つまり、不正な人間とか悪い人間をこらさずにいられないというわけかとんでもない。決して。と、彼は無きになって首を振る。 誓ってもいいですが、決してそんな悠長なもんじゃありません。悪いとか不正とか、そんな人間は世の中にいるもんじゃないですよ。みんな善良な人ばかりです。どうしてこんなにいい人ばかりかしらと思うくらいです。三。それならば、と支配たちは言った。そこもとも武士として自分を抑え、 乱暴をしないように国旗心を養うべきではないか。私がですかこの私が。と、小屋田は目を丸くし、鼻にしわを寄せながら手を振る。それはダメです。そんなことは、私に我慢しろなんて、そんな無理なことをおっしゃっては困りますよ。そんなことを言われると、ここであなた方を投げ飛ばしたくなります。本当ですよ。むしろ、 他のみんなが注意すべきだと彼は言うのであった。自分には深い悪意はないのだから、みんなの方でちょいと体をかわすかすり抜けるか手をよけるかすればいい。それができないのは彼らが武芸に不鍛錬であり、要するに日常の心がけがなまくらだからであって、自分としては情けなく思うくらいである。 しかし、誰も彼もが、市販役のできるような腕前になれるものではないだろう。とすればですね、そこはもう黙って引っ込んでいるよりしょうがないでしょう。と、彼はニコニコした。ご家老も殿様にはかなわないし、ご中老はご家老にはかなわないし、あなた方はまたご中老にはかなわない。みんなが私にかなわなければ、 これはもうこれでしょうがないと思いますがね、はあ。三人の支配は、そうもとじめに訴えて出た。どうか小屋田を他の役に転勤させてもらいたい、というわけである。正太夫は、かねて評判は知っていたが、三人から詳しい話を聞いて、これは凡人ではないと思った。それから小屋田と会ってみると、 いっぺんにほれ込んでしまった「これは非凡な人物だ」と正太夫は思った。一度そう思うと何もかもがよく見えてしまう。あの乱暴の明朗さは格別だ。いささかの影もないし不純さもない。実に清純ですっきりしているではないか。正太夫にはそう見えたのである。 それに若いうちの乱暴などは、分別がつけばすぐに収まる。そうなれば彼は、その才能を発揮し始めるに相違ない。そして、同じ中老の多賀美雨兵を中に立てて、娘の伊勢と婚約させたのであるが、それには念のため、ただし、祝言の逆付きは、乱暴な素行が収まってから、という条件をつけたのであった。 五年、いまだに祝言は伸び伸びになっていた。五番町を訪ねて、伊勢と会ったり話したりすることは許された。食事に招かれることもしばしばであるが、祝言はずっと延期されるばかりであった。正太夫も、どうやら自分の鑑識が疑わしくなりだしたと見え、近来は富に小言が多くなり、二度ばかりは激しい意見もされたが、 今に至ってついにこの縁談は取り消すと宣告されたのであった。私は断じて取り消しませんぞ。こう答弁をして辞去したものの、さすが小屋田も快活な気分ではいられなかった。誰か二三人ばかり投げ飛ばすか張り飛ばすかしてやりたいような心持ちであった。確かにそのくらいの気持ちであったが、 小屋田はやはり小屋田である。彼は前にも記したようにそんな歪んだような感情に耐えられる男ではなかった。自宅へ帰り着く自分にはもうニコニコと目を細くして、我ながらうまく言いましたね、はは、などと言って手をすり合わせた。縁談というものは合意の上のことですからね、侍と侍とが 真偽の上に立って結んだ契約なんですから。一方だけで解消するなんてわけにはいきませんよ。断じて取り消しません。この一言は近鉄のようなもんです。さあ来いっていうところですよ。彼は元気を取り戻し、風呂へ入ると破れるような声で漏洩などをやった。そのあくる日の宵いのことであるが、 五番町から突然伊勢が訪ねてきた。いやあ、どうも、これはどうも。小屋田はすっかり取りのぼせてしまった。彼女が訪ねてきたのはこれが初めてである。しかもこんな時刻に、ただ一人で来てくれたのだから、小屋田としては感激せずにはいられなかった。こんな大胆なことをするほど彼女は自分を愛しているのだ。 と考えたのである私、内緒で参りましたの。と、伊勢は声を震わせていった。あなたにお願いしたいことがございましたのですぐにおいとましなければなりませんわ。伊勢はひどく思い詰めているふうだった。彼女は17歳で婚約したから、今年は数えてもう21になる。 一体が小柄な体で、手足なども愛らしく小さい。器量はまず十人並みだろう。色が白く目が綺麗であるが、決して美人という方ではない。しかし、婚約者を待って五年、二十一という年齢は、その体や身ごなしや表情にあふれるような生めかしさを与えていた。実際今にもこぼれそうな、盛りの炎色という感じであった。 い,いえ、もうどうぞ。彼女はうろうろする小屋田を制していった。本当に一言だけお願いを申し上げておいとましますの。どうぞお座りになってお聞きくださいまし。小屋田は座った。せめて茶かぐらい接待したかったが、伊勢の様子があまりに真剣なので膝を固くして座った。昨夜のお話は父から聞かされました。 伊勢はこう言った。あなたは不承知だとおっしゃったそうですけれど、父はこのままならどうしても取り消すと申しておりますわ。い,いえ、世間一般の例では、あなたのご不承知は通りはいたしません。父の決心が変わらない限り、私たちの縁組はきっとないものになってしまいます。私はそうは思いませんね。私は断じて。 そうおっしゃるかわりに」と彼女は婚約者をじっと見守った「どうして父の意見を聞いてくださいませんの父の意見を聞いて今後の行いを慎んでくださりさえすればそれですぐにお式が挙げられるのではございませんのどうしてそうなすってはくださいませんの?」というとつまりあれですか 小やたはいぶかしそうな目をしたつまり私にその乱暴をやめろというわけですかそれで万事丸く収まるのですわそうなさるだけでいいのですわダメです小田はあっさり首を振ったせっかくですがそれだけはダメです勘弁してくださいだって 彼女はもだ,えをしただってそれならどうしようとおっしゃいますのほかに何かご思案でもありなのですか ?4 小田は考えてそして言ったそのことですが思案というほどじゃないかもしれないが一番確かな方法は一つだけあるんですというのはですね 彼は急にいそいそし始めた。わかりよく言うと、時節を待つということなんです。どういう辞説をですのつまりです。私もいつまでこんなじゃないかもしれない。歳もとるし、そのうちには乱暴も飽きてくるかもしれない。自分としてはそうなりたくはないけれども、あらゆるものがいつかは変化すると言いますし。 それが時節ですのそれが。伊勢は怒りの声で彼を遮った。今日まで五年も待ったのに、これからまだそんな、あなた自身にも当てのない時節を待たなければなりませんのしかしですね、それが何より確かな。私も二十歳になりますのよ。彼女は無意識に一つ年を隠しながら、 ほとんどしつけを忘れた調子で言った。今でも普通の婚期には遅れていますのに、そんなに待っていては私おばあさんになってしまいますわ。それは同じことですよ。私だってその自分にはおじいさんになるんですから。まあ、まあ悔しい。伊勢は涙ぐんだめで激しく小屋田をにらんだ。それがあなたのご本心なんですのね。 あなたは伊勢がおばあさんになっても、かわいそうだとは思ってくださいませんのね。ようございます。わたくし、おいとまいたします。待ってください。そんなに怒るなんて、あなたは何か誤解しているんですよ。とにかく、い,いえ、おいとまします。伊勢は袖を払うといった形で座を立った。お別れに申し上げておきますけれど。 一度婚約を結びましたからは伊勢にはあなたのほかに夫はございません私きっとあなたの妻になりますそれは無論ですよ私だってあなたのほかに妻はありゃしません本当ですよ私あなたの妻になりますと伊勢は繰り返したそのために私は私にできることをいたします どうかそれをお忘れにならないでください。しかし、な、何をなさるんですかしなければならないことをです。伊勢は部屋を出て行った。小屋田は慌てて彼女を見送り、部屋へ戻ったが落ち着かなかった。気味の悪いような心持ちであった。伊勢の言葉はひどく暗示的であり。 おまけに少なからず威嚇的であった。しなければならないことをする。一体何がしなければならないことであるのか。彼には見当もつかなかった。単なる脅かしでないことは、問題が結婚であるから間違いはない。女が望ましい結婚に当面した場合には、その勇気と実行力の点で無敵になる。そうだ。 ひどく怒っていたからな。小屋田は一人でつぶやいた。ことによると俺をへこまそうと思って、気境ヶ原のようなことを計画するかもしれないぞ。そうだ、と小屋田は頷いた。たかが女の知恵ですからね。あの連中でさえあの程度だったんだから。ま、せいぜいそんなところでしょうな。彼の目は、 快活な光を帯びてきた。奇境ヶ原の剣というのは2年前のことであるが、小屋田の被害者たちが13人で小屋田をうまく誘い出し、集団で仕返しをしようとしたのである。彼らは野縁を張り、小屋田を主賓にし、大いに飲ませた上、偶然のように喧嘩を仕掛けた。小屋田は酔っていたが、 酔えば帰って勇気りんとなり、力も一倍強くなるので、むしろ嬉しさのあまり方向した。結果は言うまでもなく、十三人は悲鳴を上げ、互いに助け合いながら逃げ去ったのである。彼らは企んでしたことであるし、十三人で一人に負けたという引け目もあって、固く秘密を守ったのだろう。この出来事は誰にも知れずに済んだ。 あの人も、無論知っちゃいないでしょう。だからきっと、その手で来ますよ。その手でね、と、彼は嬉しそうに北そえむのであった。小屋田は待っていた。途上の時、下上の時、人を見ると、やるか、と思った。夜寝ていても、何か物音がすると、来たか、と思った。 こうして七日ばかり経ったある日彼が下城して大手筋を歩いていくと一人の妙な老人が向こうから来て小屋田の顔をじろじろ眺めながらふと眉をしかめ首を振りながら何か独り言を言ったなんだあのじじい小屋田は立ち止まった明らかにこっちの悪口を言ったらしいのである年は六十に近いだろう 白髪頭で恐ろしいほど色が黒い、角ばって痩せた顔、痩せてはいるが、骨太の引き締まった体、ごつごつした手足など、なかなか一癖ありげに見える。古びた布子に道着を重ね、たっつけばかまを履いて、腰に担当を刺し、手には五尺ばかりの杖を持っていた。惜しいことに、肝心なものが足りない。 老人はまた首を振り、今度はこちらに聞こえるように言った。たくましくは見えるが、ウドの大木。あれではまきにもならず、炭に焼くこともできない。まことに惜しいものだ。そうしてゆっくり通り過ぎようとした。小屋田は不思議な気持ちに襲われた。彼は後に、 口から手を突っ込んでいきなり心臓を掴まれたような心持ちだったと言ったが、もちろん実感ではなく、例えであろう。ともあれ小屋田は、どういうわけかわからないが、強い尊敬と癒婦に打たれ、老人の後を追って呼び止めた。そうだ、お前のことを言ったのだ。老人は振り返って、遠くを見慣れている人の目つきで、 小田の顔を見つめ、それからちょっと口ごもって続けた。お前はなかなかまれな素質を持っておる。お前の人相でわしにはそれがわかる。だが、だが、何でございますか小田の態度は早くも死に対する感があった。老人はまた口ごもった。医師の表現に苦しんでいるらしい。 やがて言った。「お前には肝心なものがない力もあるし武芸もできるだろうがそれはそのなんだ諸刃の斧のようなもんだうん何と言ったらいいかなんとか言うんだったがおら、わしはよすて人であって本名は知らせるわけにはいかねえ。 創年の頃は将軍家の手直し版もした。凡世の名は一無歳。今は黒羽山に住んでおる。どうして話がそうなったかわからないけれども、小屋田は老人の教えを受けることになった。一無歳の言うことを聞いていると、自分が諸はの斧であり、強いばかりで肝心要なものが欠けている。 ぜひもう一修行しなければならないということが分かったのである。老人は入門を許し、山荘の所在を詳しく教えた上、なるべく早く来なさいと言って別れたのであるが、別れる時にひょいと、毎度ありがとうさんで、と言った。何かの口癖らしいひょいと口から出たのであるが、小屋田は、渋いな。 と思った。何が渋いのかわからないが、とにかくそう思ったのである。彼はその足で城へ引き返した。そして支配に遭い、さらに総元締めの部屋へ回った。俺がこれ以上も修行すると言ったら、さあぞ嫌な顔をするだろうな。きっと許さないなんていうことだろう。そう思っていたが、支配はともかく、 川津翔太夫はすぐに賛成してくれた。一無才先生が、それはそれは、と翔太夫は目を見張った。剣術の神と言われる先生が当領内におられるとは知らなかった。ご中老はご存知なんですかまさか知らぬ通りがないじゃないか。 わしをそれほど世事に疎い人間とでも思うのか。正太夫は言った。ともあれ結構なことだ。あまり長くては困るが、修行に行くがよい。留守のことはわしから支配に命じておくから。こういう良い守備であった。そして小屋田はすぐに黒羽山へと急を追って出かけた。5 そこは城下町の北東にあたり両境の大峰山系の懐にあたっていた刈谷川の深い谷に沿って登ること約一里左右の岸が高く切り立って左岸が黒羽山対岸が赤岩山でどちらも墨の産地として長高かった一無斎老人の山荘 薄汚い山小屋であるが、にも、後ろに大きな炭焼き窯があり、そろそろ季節なのだろう、まだ火は入っていないが、大量の枯れ木が積み上げてあった。もう来たかよ。と、老人は小屋田を迎えていった。まだ木しめえと思ってただが、そのくれい熱心なら見込みがある注ちゅうもんだろうさ。 まあ上がるがるいいだよ山荘にいるためだろう。老人は言葉も砕けているし、身なりも古桃もも引きに反転、放火無理という気取りのないものであった。そして時々非常にうまく手なをかんだ。断っておくが、わしの教え方は変わっているし、厳しいだで。初めに覚悟をしねえと続かねえだよ。 それが修行ですから。と、小屋田は答えた。どんなローもいといませんし、途中でへこたれるようなことは決してございません。では、早速だが、裏へ来てもらうべ。老人はこう言って、小屋田に着替えをさせ、山荘の裏へ連れて行った。そうして、おのとのこぎりを渡して、そこに積み上げてある枯れ木の山を指さした。 こっちが薪、こっちが墨に役だ。と、一無才は言った。薪の方はのこぎりで切って割り、墨の方はこの長さに切るだ。ええかえ、薪はこの寸法でな。小屋田はちょっと思惑外れといった感じであった。こういうことも修行の一つだという点はわかるが、それにしては、どこかしら違うようである。 どこが違うかと言われるとわからないが、どこかしらちぐはぐなように思われた。すると先生は、み焼きもなさるのですかそうでなくってよ。と言って、老人は妙な声で笑った。へへへへへ、とんせいだでないよ。小屋田は仕事を始めた。こうして、城下から三里の道を歩いてきて、 着いた途端から小屋田は仕事を始めた。それは単調極まる苦しい労働であった。労力そのものよりも単調であることの方が苦しい仕事であった。しかし何事も修行である。欠けている肝心なものを把握し、かわず小屋田の稀な才能を完成しなければならなかった。日が経っていた 彼は全力を挙げて仕事に励んだ。炊事もし、洗濯もした。一里半もある里の村へ買い物にも通い、しばしば一無いの肩腰をもみさえした。それ、しっかりやるだ。これも修行だでな。老人は楽しそうに言うのであった。おかげでオーラーも助かるし、おめえはおめでえでそのなんだ。 そういうことになるわけだで。へっへこれが本当に一挙両得っちゅうもんだわさ。小屋田は参ってきた。半可な支柱でわがままいっぱいに生活していたのが、人影もない山の中で、日がない一日、休みなしに木を引いたり割ったりする。しかも雑用に追われ同しだし、夜などちょっと暇があると、 すみだわらを編んだり、縄やむしろやわらじまで作らなければならない。つまり百姓と人足と下男下女とあんままで兼ねるのであった。彼は性も根も尽きるように思われた。このままで行くと才能を完成する前に本物の炭焼きになってしまうかもしれないという心配も起こってきた。 だが、それだけならまだよかった。こうして約三十日、山のように積み上げてあった木が、ほとんど片付きかけた自分から、老人が意地悪なことをし始めた。おめえ、水泳ぎもうめえだってな。ある日のこと、一無才が言った。ひとつ今日は谷へ降りて、魚でもつかんでもらうべえかな。 魚をつかむんですって水の中へ潜って手でつかむだ。鶴より造作がねえだよ。彼らは谷へ降りていった。七十尺もある断崖の下に刈谷川の急流が凄まじい音を立てて流れていた。川幅はさして広くないが、急流に水水量が豊かで、所々にあるよどみや淵は、 水の色も気味の悪いほど濃く、何か異形のものでも済んでいそうに思えた。その最も深そうな淵のところで、老人は、ここがオラの漁場だと教えた。ここにゃあ、やまメやイワナがうんといるだ。と老人は言った。覗いてみな。ほれ、この岩の深みに暗いとこがんべ。あそこがくぼみになっていて、 魚たちがおひれを休めるだ。眠ってる時もあるわさそこを潜ってってつかめるだがおめえ本当に泳げるだかよ小矢田は縁をのぞいた縁は黒ずんだ青色でかなり深いようだし下に渦でも巻いているのかゴーゴーと低く鈍い音が聞こえていた面白そうですなやってみましょう 彼は裸になって飛び込んだ。恐ろしく冷たい、氷のような水であった。それはいいけれども、五六尺も潜ったと思うと、恐ろしいほどの力で水流が彼を捉え、ぐるぐると駒のように回転させながら、斜めに深く、目のくらむような速度で巻き込んでいった。あっと思った途端、彼は溜めていた息を吐き出してしまい、そこの方の 岩と岩の割れ目のようなところへがっちりと体を吸い付けられていた。はじめは渦かと思った。無論渦も巻いているが、実は岩と岩の隙から地下水道へと水が落ちるのであった。これは後で一無歳に聞いたのだが、その地下水道は自然にできたもので、一里ばかり西の百古の滝に続いているのだそうである。 これはいけない。溺れるかもしれない。小屋田は逆上した。全身の力を振るってあらゆる種類の運動をしたが、引き込む水の圧力の方がはるかに強大で、彼の体を岩の感激へ吸着させたまま動かさなかった。彼は頭がぼーっとなり、悶絶してしまった。どうして助けられたか知らない。 脇腹が火のついたように熱いので目が覚めるとそばに一無斎が座ってこっちを見ていた「あああなたですか」と小屋田は自分でもおかしな喉声えで言った「ひどい目に遭いました一体あれは何でしょうか」「白湖の滝へ落ちる水だ」と老人は皮肉な空笑ららいをした。 この辺のものは子供でも知っているだによ。おめえは侍のくせにしてだらしのねほらが助けてやらねえばあのまんまだっただぞ。あ,あ、知らなかったものですから。こう言いかけて寝たままで、あっつっと叫びながら小屋田は飛び上がった。すぐ右側に炉があり、焚き火が赤々と炎を立てていた。 おめえの体を炙っていただよ。一無歳は言った。それが本当のスイカのなんだ老人はおかしそうにケタケタと笑った。こうして、それをきっかけのように、いろいろなことが起こった。深さ一畳もある落とし穴。それは古く熊に仕掛けたものだそうであったが、に落ちて足を捻挫したり。 夜中に丸太が倒れてきて、それは壁に立てかけてあった。額に自分の目で見えるほどの素晴らしい超特大のコブを出したり、飯を炊いていたらいきなり地雷のようなもの。それは漁師の使う呪し用の火薬だそうであった。が爆発して危うく死にそうになったり、木を切りに行って溜まっていた疲労のあまり、 ちょっと昼寝をしていると、上から大きな石が転げてきて、もうちょっとで下敷きになり損なったり、内わらの中に五寸釘を打った板、老人がろうそくたてに作ったのだそうである、が紛れ込んでいて、骨に通るほど踏み抜きをしたり、といったような災悪が、毎日のように降りかかってくるのであった。 六。そのうちに当然の話ではあるが、小矢田は気がついた。これらの最悪は偶然のものではなく、皆一無歳老人のたくらみから出たのだということを、彼は目が覚めた。はっと目が覚めたように思った。そうだと彼は頷いた。 山で昼寝をしているとき、石を転がし落としたのも、熊の落とし穴へ落ちるようにしたのも先生だ。そして薪と一緒に呪しの火薬を入れておいたのも、立てかけておいた丸太を倒したのも、ろうそくたてを藁の中に入れたのも、みんなあの人のしたことだ。みんな。だが、どうしてだろう。無難、修行のためだ。 彼は自分にこう言った。このようにして俺の才能を磨き、俺の怠慢を戒め、俺を抜群の侍にしてくださろうというご計略なのだ。確かにそうであろう。自分は、剣、宗、九、騎、十、永、宝、すべてに市販役の腕前を持っている。そんなものはもう稽古をする必要がない。あとはこのような。 つまりこういったような。小屋田の思考はそこで止まった。理由はよく分かったけれども、これは少なからず、こちたき事態である、と思ったのだ。いつどんなことが起こるかわからない。おちおち眠るわけにもいかないぞ。彼は緊張した。緊張し続けた。それはひどいものであった。 すでにそれまでの朝夕があまりにかけ離れた重労働であって、心身ともに困悲していたところだから、この絶え間のない神経緊張の持続は耐え難いものであった。これは、へたるかもしれない。と、小屋田は思い始めた。本当にそう思い始めたとき、一無歳が山から好みを取ってきて、 たべろと言って小やたにくれたそれは豆きほどの大きさの赤黒く熟れているが硬くてちょっと異様な臭みのある果実だった。ちょっと食べにくいかもしれねえだがと老人は言った。それを食うと精がつくだよ。あんまりねえ好みだでなおめえに食わせべえと思って取ってきただよ。 彼は老人の親切に対して礼を言い、そしてそのかなり食べにくいものを三つ食べた。体の薬になるだからうまかなあかんべえわさ。一無罪はそう笑って言った。それは昼飯のちょうど前で、ひどく空腹の時であったが、食べてから食事の支度をしていると、突然胃が猛烈に痛み出した。 まるで錆びた霧をもみ込まれるような痛みで、手足がぎゅんと縮まった。小屋田は炉のそばへ横になり、転げ回りながらうめき声を上げた。あれ、いけなかったかの老人はそばへ来て、小屋田の苦しむのを眺めながら言った。おめえは丈夫だし利口のだから、多分間違えはあるめえと思っただが。 なんですくもんの中ですの何が間違いがないっていうんですか今の好みよ。と老人が答えたあれは猿だましといってな毒だからってこの辺じゃ子供も食わねえもんだによな何ですって毒そうだっていうだ子供らも食わねえし 他ののだももわねえ。時たま猿の中でも底抜けのバカ猿が食うだがええー、らく苦しがってねえよ。しめにゃ血を吐いておっちぬだ。そんなものをな何のためにと小屋田は転がり回った。何のためにあなたはこの私に食わせたんですかおまけにせ。 せのつく薬だなんて言って。そう思っただに。老人はのんびりと言った。毒だなどと言われるものが、得てして貴重な成分を含んでいるものである。ものは試し、食べてみなければわからない。幸い小屋田は武芸百般に秀でているし、おまけに五人力である。本当に毒なら、 まさか食べるようなまぬけなことはしまい、こう思ったというのであった。そんな、バカな。小屋田はあえいだ。いくら私が五人力で武芸が上手だって、好みの毒までわかる道りがありません。そうだかえ俺はそうは思わなかったでよ。犯人、人間には誰にもかなわねえことがあるだが。 五人歴で武芸の達人中おめえにも、やっぱり叶わねえことがあるだな。小屋田はなぜかしらぎっくりとした。なんでぎっくりとしたのかは自分でもわからない。いきなり平手打ちでも食らったような感じだった。すると、私はこれで死ぬのでしょうか。なんとかしてみべ。 老人はこう言って立った。たぶんだめだんべいがもうしよがんめいと思うだが、まあとにかくやるだけのことはやってみるとすべい。そして老人は何かの粉末、それは干した何かの木の皮を粉にしたようなものであったが、を出してき、水に混ぜて小や田に飲ませた。 今度こそ毒じゃないでしょうなと小屋田は念を押して飲んだ。確かに毒ではなかったが、間もなく恐ろしいほどの嘔吐と下痢が始まった。恐ろしいほどのしゃだった。それこそ信じられないくらい激烈なもので、むしろ苦しさは毒の好み以上であった。いくらか、苦しかんべえさ。老人はそう励ますのであった。 これはへえ、普通の薬じゃあねえ。獅子をつかめる薬だでねえよ。獅子、猪獅子をですかそうだてば。老人は頷いた。米とぬかの団子の中にこの粉を混ぜて、畑へそーっと置いとくだ。するとイの獅子の中でもこ抜けのバカ獅子がいて。 知らねえで食べて散々吐いたり下したりしたあげく、動けなくなってぶったおれるだ。まぬけな獅子もあるもんだが、そこを待っていて。小屋田はもう聞いていなかった。猿魂の後で獅子魂か、と彼は目をつむって思った。このクソじじいめ。一むさい老人は、 ヘラヘラと笑っていた。七。小彌田は城下へ帰った。ひどく痩せ衰えていて、歩くことができず、山かごで玄関まで担ぎ込まれ、そのまま寝ついてしまった。どこへも知らせなかったが、すぐに五番町から伊勢がカヒを連れて見舞いに来た。小彌田は意外に思って、 どうしてかかっったたた。ののがとい伊勢は当然のことのように答えた。それは許嫁いいの愛情でございますわ。そして小屋田の家には女手がないので、可否を手伝いに置いてゆき、自分も毎日通ってきた。心のこもった優しい温かい、それこそかゆいところに手の届く解放であった。 女がいるというものは、いいものだな。彼はそう思った。あらゆる点で、感覚のすべてで、身にしみてそう思った。これは、早く結婚することにしよう。病気ではなかったので、つまり、あの、土者のための衰弱だったので、小屋田は五、六日するとすっかり回復し、それから七十日ばかりして、 伊勢とめでたく言をしたくしをということは彼が恩和になり誰も手の出しようのなかったあの乱暴が治ったということであるこれでやっと望みがかないました式の夜伊勢は涙ぐんだ目で夫をじっと見つめ喉に何か詰まったような声でささやいた随分待ちましたわね あなた、私、本望でございますわ。小屋田はひどく照れて赤くなった。彼は変わった。人柄が,がまるで変わった。なぜだろう。小屋田そのものは以前のとおりである。尺に触ることもあるし、腹の立つこともあるし、誰かの顔が気に食わないこともある。えい畜生、ぶん殴ってやろうか。 思い切り投げ飛ばしてくれようか、こう思うこともしばしばあった。すると不思議なことにすぐ三層のあの最悪が目に浮かぶのである。張り飛ばすか投げ飛ばそうと思う相手が、あの時のかわいそうな無力な自分の姿に見えるのであった。皆そこで溺れていた自分、丸太の下で悲鳴を上げた自分、 呪しの爆発で肝を消した自分。猿し、底抜けに馬鹿な獅子を取る薬。その他、いろいろの場合の、べそをかいた、手も足も出ない自分の姿。そうだ、と彼は自分につぶやく。人間には、みんな叶わないことがあるものだ。こいつもかわいそうな奴に違いない。 彼は初めて忍耐することを覚えた。小屋田はもう乱暴はしなかった。決して絶対にしなかった。そのことに間違いなしと知って、今度は周囲の者たち、彼の被害者を主としての方で小屋田に意地悪をし始めた。彼はこぶを出かしたり、足をくじいて帰るようなことがたびたびあり。 また彼らの間でこんなことが言いはやされた。やってみろよ。大丈夫。何もしやしない。今度こそ俺たちの番さ。人間というものは悲しいものである。年が明けて春になった。小屋田はその日は非番で今の窓にもたれてぼんやり外を眺めていた。何を眺めるのでもない。 気だるく満ち足りた気持ちで、ぼんやりと、瞬暖の日を浴びていたのであるが、ふと右の方、そこには納屋があった。で、こういうのが聞こえた。じゃあ、奥様によろしく言ってくんろよ。ほら帰るだで。毎度ありがとうさん。小屋田はそっちを見た。声に聞き覚えがあったのである。 見ると納屋の脇を向こうへ百姓風の老人が去ってゆくところだったああれ小屋田はほとんど叫びそうになったそれは一無才先生によく似ていた一無才にそっくりであった似ると言ってもあまり似ていたし毎度ありがとうさんと言った声にも記憶があったうんことによると うん、彼はややしばらく考えていた。それから次第に渋いような顔になり、やおら立って、妻の部屋へ行った。伊勢は縫い物をしていた。彼女はめっきり肌が艶やかになり、丸くにくずいて、いかにも若妻らしく生めいて見えた。今、裏へ誰か来ていたね。 彼はさりげなく、しかし優しく聞いた。百姓のようだったが、誰だい山の六助ですわ。と、妻は答えた。今年の炭の注文を取りに参りましたの。ずっと五番長の家で取っていたものですから、こちらへも来るように言ったのですわ。ふーん。で、炭は自分で焼くのかいええ。 自分で炭も焼きますし、漁師もしますし、川魚を取ったり、畑も作ります。びっくりするほど知恵の回る働き者ですのよ。そうらしい。彼は言った。本当にそうらしい。私にはよくわかるよ。伊勢は口の中で、あっと言った。小屋田がそっちを見ると、 妻もこちらを見ていた。針を持ったままでおどかされた山里のような目で少しばかり恐れるように夫を見上げていた「誰の知恵だい?」小彌田が言った「自分で思いつきましたの」伊勢はあっさり自白したそれから父に相談し六助に頼みましたのだって 私待ち遠しくって辛抱できなかったのですもの。私はもっと他の手で来ると思っていたよ。とても待ち遠しかったのですもの。と若い妻は鼻にかかった声で色っぽく甘えるように言った。それなのにあなたはご自分の乱暴を治すことがおできにならないとおっしゃるでしょう もしあなたにできないとしたら妻になるはずの伊勢がお助けしなければならないと思いましたの。小屋田は偶然と黙した。伊勢は甘えながらも大層自信ありげに言った。それが夫婦の情愛というものでございますわ。